超朗報クロップ絶賛の遠藤航契約更新の可能性浮上してしまう。カラバオカップ決勝でチェルシーに勝利し優勝したリバプールのクロップ監督は、試合後遠藤航について次のようにコメントしている。いい成長だと思わないかい？これまでも何度か言ってきたけど、彼を連れてこられた私たちは幸運だった。3、4年後に彼がリバプールと再び長期契約を結ぶことを私は確信している。なぜならパスポートでは30、31歳になっていると思うけど、彼はそうではないからだ。彼はマシンだ。サッカー面に関して彼は並外れている。守備頭脳でも傑出している。彼は私たちに多くの場面で多くの自由を与えてくれる。素晴らしい成長だよ。とてもとても助けになった。クロップ遠藤のこと絶賛してるの素直に嬉しい。これリバプールと契約延長あるのか？現地では童顔だから25歳くらいって言われてるし、このままリバプールの一時代を築いてほしい。遠藤の契約延長にあたって条件があります。クロップも延長してくれ。何外れているってクロップに言わせる遠藤ってプレミア最高アンカーだな。あんだけパスくれなかったディアスとも仲いいみたいだし、本当にリバプールの中心人物になってしまったの凄すぎます。鉄人長谷部がまだ現役でやってることも考えるとあと10年くらいいてもいいと思う。クロップからもチームからもサポーターからも愛されてる遠藤航って本当に日本の誇り。マジ遠藤凄すぎる。